エレツイートのちょっとだけどうぞ。 FM ギナーをお聞きの皆さん、こんばんは。レレツイートのちょっとだけ、お相手はレレチと山内です。8時半から30分間9時までの生放送でお送りします。なんすか？なんで何も言わないんですか？大丈夫ですよ。久しぶりに緊張してますね。1週間ぶりなんで。はい、はい。この番組ではメッセージ、うん、コメントたくさんお待ちしております。そうです。今日のテーマは大人になったなと。ちょっと待ってくださいね。はい、段取りがあるんですよ。私ですか？はい、今日のテーマは、今日のテーマは大人になった瞬間でございます。はい、メールアドレスは797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com です。うん、またユーストリームツイキャスでも配信しております。 FM ギノ…なんでFM ギノワンのページからもチェックすることができます。はい、はい、そちらからもお気軽にコメントをお待ちしております。そうですね、この1週間、はい、先週か2回目やりまして、うん、この1週間、はい、いかがでしたか？うん、まだ慣れない。ラジオでしょ、じゃなくて普通のこの普通のですか？生活は変わりなく、変わりなく、はい、うん、ただちょっと涼しくなりましたね。うん、涼しくないですか？朝夕ね、だいぶ、うん、昼間はまだ暑いですけど、しかも昨日ぐらいからですけどね。はいはい。特に変わったことないですよ、もういつも元気に笑顔で , 笑顔いっぱいで。そうですか。何ですか？何かネタ探してきてくださいね。ネタ探しですか？そうです、そうです。結構もう仕事と、うん、家にいることしかないので、だから仕事の中で何かこうちょっとした出来事ね、エピソードなかったですか？特にない。特にそうですか。はい、残念でございますか。うん、まあまあ、何もないことが、なんていうんですかね、幸せみたいなとこもありますからね。はい、はい、山内さんは何かありました？僕はね、あってももう一日ごとにリセットされるので忘れるんですよね。年ですね。いろいろあるんですけど、ね。もうね、脳細胞がいかれてますので、はい、うん、はいはい。さあ今日もですね、はい、レレツイートのちょっとだけということで、お送りしていくんですが、皆さんぜひコメント、そしてメール絡んでください。コメントもね、ガンガン拾っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日のテーマが大人になった瞬間、皆さんがですね、これはもうちょっと大人になったなと思った瞬間、うんうん、はい、ぜひですね教えてほしいんですが、さあコメント今日今来てるのを紹介しておきますか。はい、はい、どうぞ。シュプレームさん、レチーメ、山内大魔王、こんばんは。こんばんは。ついに3回目だね。はい、3回目です。はい、エルさん、はい、何ですか今日。今日も虹六やってんね。ゲームですね。ああ、そうなんだ。虹六、うん、って言うんですか、ゲーム。うん、わかんないですね。でもゲームだというのは知ってます。あ、そうなんだ、うん、レイチっていうことで、はい、名前呼ばれてますよ。ブーさん、ネモイ。まだ8時半ですよ。そうですよ、うん、テッチさん、お二人さん、お二人さん番ツイート、うん、仕事なので山ちゃん録画残しといてね。わかりました。ダメです、任せてください。レレチ頑張って。ボンコメント、どういうことでしょうか。テント頑張るお母さん、単に物忘れが激しくなっただけじゃんという
山内さんですね、これはクレームですかね。はい、まあこのようにね、はい、皆さんぜひですね、コメントあるいはメールで参加してくださいね。さあ、今週もお送りしてきます、レレツイートのちょっとだけ。金曜日の夜にね、ちょっとあののんびりとまったりと、うん、テーマに沿った話をしていきますので、はい、はい、皆さんぜひ参加して楽しんでください。この後9時まで生放送でお送りしていきます。それでは CM 振りをどうぞ、レレツさん。CM 振り、そんなちょっと、ちょっと CM 振りどうぞって何ですか、初めて聞いた。あ、まなみんさんだ。あ、こんばんみ、こんばんは。どこだ、あっちか。今日は大人になった瞬間でございます。皆さん大人になったなと思った瞬間、うん、大人になったなっていう瞬間、うん、何ですか？今ですか？でもいくつかあるんじゃないです。いくつかありますね。うん。段階が。うんうん。大塚健二さん。健ちゃんも今日はねラストまでなんですよ、うん、僕は。あ、早速来てます。働きすぎって言われてますよ。本当やね。はい。これちょっと室内の電気消してもいいかもな。あの照明で。行きますよ。この番組は週替わりのテーマで自身の経験や皆さんの意見をもとにワイワイトークしていく番組となっております。今日のテーマは、はい、どうぞ。大人になった瞬間。そうです。大人になった瞬間、皆さんいかがでしょうか。はい、うん、いろいろね段階、まあ、あの CM 中ねちょこっと話したんですが、段階があるんじゃないかなという感じですね。うんうん、はい、一つだけじゃないと思うんですよね。うんうん、はい、さあさあさあ来てますよ、エルさん、はい。大人になったと思った瞬間、タバコが吸える年になった瞬間。はあ、大人の真似事って感じですよね。でも。そうっすね。どうなんですかね。ちゃんと二十歳になってからそれをやったんですかね。エルさんね。はい。うん。ちなみにレレチさんは、うん、タバコは。私は吸いません。吸いません。なるほど。やめました。やめた。やめたんですよ。ってことは吸っていたということで。吸ってましたね。これはいくつぐらいから。記憶にないです。記憶にない。何ですかこの感じは。いや、記憶にないですね。そうなんですか。あまりにも昔のことすぎて。じゃあ大人の真似事ということですかね。そうですね、私も大人の真似事で、タバコもお酒も。なるほど、うん、まあそんな感じでしょうね。はい、なかなかね好んでタバコを吸うというのはね、うん、中学の時とかあんまないですからね。友達と一緒に吸っててなんかね。へえ、そうなんですか。私そんな悪い子じゃなかったんで。どんね、どんないやね。シュプレームさん、記憶にない、はい、政治家みたい。本当よね。レレチさん、スケバン説。伝統頑張ろうかいさん。え、うん、どういうねイメージですかね。さあ来てますよ、大塚健二さん、うん、ぶっこんできましたね。はい、レレチさん、初めて異性感じてチューしたのはいくつですか。初めて異性を気にして、うん、私遅かったんですよ。おう、ファーストキス自体が。はいはいはい。なのでもうその時じゃないですかね。その時はいつかって聞いてるんです。19？ 遅いですね。結構遅いです。うーん、18、19ぐらいの。あ、それはちょっと遅いですね、うん、その時にじゃあ初めて、うん、そのなんていうんですかね、まあフレンチキスじゃなく、いわゆるフレンチの方ですよ。18、19で。ふふ。その時は、じゃあ本当です、初めてはフレンチですよ。2回目以降からちょっと過激な、なんか初めてってその日で、うんうん、初めて、そして2回目じゃないんですか。え、次の日でってこと。次の時に付き合ったその日にキスってするんですか。うん。
どうなんでしょうか。それは人それぞれです。シチュエーションにもよって変わりますからね。でもその付き合ったのが、うん、メールでだったんですよ。出ました、現代っ子ですね。で一応ギリギリ現代っ子に入るんですけど、だからその日にキスすることは無理じゃないですか。まあね、だからケースバイケースですよね。 で会って1回目デートした時には、うん、まあフレンチで、いや手つないでその場普通にデートして、あ、チューしなかった、帰宅ですよ。え、19ぐらいで、18区で、そうですよ。意外に健全でした。健全だね。あれ本当かな。それ年本当ですか。本当ですよ、本当ですよ。で2回目がじゃあちょっと中までしたんだ。2回目で、中って、まあ中すごいな、不思議ですね。僕はの感覚だと、もうその中したらもうたまらなくなって、最後まで行くんですか。最後まではそれは女性次第ですよ。なんていうんですかね、その激しい方に、だからその場でちょっとやったとき、あとはみたいなのがありますけどね。レレチさん、嘘ついてる目って来てますよ。そんなことないですよ。さあさあ、他にも大人になった瞬間ですね。ゆきさん、レレチさんの大人になったと思った瞬間はやっぱり化粧のノリが悪くなった時って来てますが、それ最近ですね。悪いんですか。それ最近ですよ、もう最近、最近、まあやっぱり20代前半に比べるとね、悪いんだ。そんな変わる？水分足りなくなってきました。ああ、なるほどね。そうでしょうね。はいはい。シュプレームさん、女性には分からないと思うけど、夜のお店に行って指名をした時ですね。ね、山内ちゃん。なるほど。親のすねをかじっていた学生時代にはできなかったよね、ということで。まあ、自分で稼げるようになって、自分のお金を自由に使えるようになってからですかね。そうですね、自分のお金で、確かにそういう自分の本当にまるまる趣味なことをするというのはちょっと大人になった感じしましたよね。そうなんですか。はい。何ですかこの探りトークみたいな。なんかいろんなとこ行ってそうだなと思って。僕ですか。はい。いろいろ経験してそうですよね、夜の世界っていうの。でもね、意外とそうでもないんですよ。あんまりそういうとこに行かないというか。行かなくても寄ってくるらしいですよ、山内さん。まなみんさん、お酒がちょっと強くなった時が大人になった瞬間ですかね。どうですか、お酒が好きになったというかね、強くなった。お酒は確かに最初は無理でしたね。ね、やっぱり、ビールとかは無理だったんですけど、泡盛はでも結構いけました。あれね、水で薄められるからね、あのストレートティーあるじゃないですか、あれで割ると癖なくなるんですよ。へえ。本当ですよ、めちゃくちゃ飲みやすくなるんですよ。へえ。美味しい、美味しいですよ本当、今度やってみようかな。甘いの苦手だったらやめた方がいいです。あ、甘くなるんだ。まあ一応甘いじゃないですか、ゴゴティーって。あれぐらいだったら僕はあの別に好きなんですよ。あ、そうなんですか。多分それで割ったらどうかな、ちょっと微妙な気もするが。どうですか、お酒系。お酒は大好きですよ。ね、結構。それはもう若い時から。若い時はもう飲みすぎて、今みたいな大人な飲み方ができなかったです。そうだからね、ここもあるんですよね。この、なんていうんですかね、若い時の飲み方とちょっと大人になってから飲み方みたいなね。昔はもうとりあえず早く酔いたいみたいな。あ、だから、はいはいはい、ポカリで割るみたいな。ポカリで割ったら早く酔えるの。酔えるんですよ。あの吸収がすごいじゃないですか、ポカリスエットって。だから風邪の日とか、風邪の日なんすか、この風邪ひいた時とか、ちょっと何ですか、足場発言。違いますよ。お金ないじゃないですか、学生の時って。まあね、だからとりあえず酔わなきゃ楽しくないみたいな。ね、酔いたいっていうのはありましたからね。そうそうそう。まあ酒といえば、そういうお酒が飲む店に一人で行けるようになった時とかいかがですかね。僕はそれがあるんですよ、実は。
大人になったなって。夜のお店いいんですか？夜というかバーとかね、あるいは居酒屋とか、そういう行きつけ、一人で行けるような行きつけができた時、僕はちょっと、あ、確かにそろそろかなと。そろそろって何ですか？大人全体その前になんか大人感じてそうですけどね。じゃあだから段階ですよ、そのいろいろ若い時に、うんうん、まあいろいろな経験するじゃないですか、うんうん、そので大人になっていくんですけど、うん、またこのちょっとね30代から40代にかけてのその大人になったなっていうのはそういう時なんですね。なんかなるほど、うん、でバーで葉巻とか吸っちゃってね何を目指してたんですかね何でしょうね。でもねこの、はい、僕が、うん、昔よく行ってたバーがあるんですけど、そこは葉巻も出してたんですよ、うん、でこれがウイスキーとかカクテルと合う感じで出すんですよ。おしゃれですね。そうおしゃれだった、美味しかったうん、うん、あ、ゆきさん、やっぱりお酒関係が多いねって、はい、うん、うん、そうですね、お酒関係結構多いですね。そうですね、うん、ブーさんも自分の狩猟を知った時大人になったなー、うーん、という感じですね。さあじゃあお酒ちょっと離れて、はい、レレチさんはその大人になった瞬間、はい、どういう時ですか？大人になった瞬間ですか、うん、大人になったなっていうね。大人になった、まあ、今日テーマもあるのに、あ、分かってますよ、分かってますよ、分かってるんですけど、これ言っていいのかな言ってダメなのを考えてきたんですかいや、下着ですかね。あ、なるほど。それはどう変わったんですか？まあ、もともとつけてないのが、うん、スポブラに変わり、スポブラに変わり、スポブラからスペブロか、セクシーな下着に変わり、セクシーな下着ブラジャーに変わり、花柄ガガってついたのとか。そうですね、もうそれがもう大人、うん、あ、ちょっと大人になったかなみたいな。あれですかね、そのパンツとかで言うと、あの何ですか、面があるじゃないですか素材、素材、はいはい、からツルツルに変わるみたいな。あのツルツルの素材は何ですか、あれシルク、何ね、シルクですか、分からんけどツルツルなのがあるさなんで自分で用意したネタに僕は乗っかった話ぶさをするんですか私はパンツの話をしてないブラジャーの話ね。違う違う違う、だから生地であるなって今思ったんですよ。あ、うん、ちょっと高そうなんですよね。そうそう、シルク、うん、なんかねそのツルツルだけじゃなくてもほら、そのいわゆる面があるじゃないですか、うんうん、それからちょっとそうですねグレードが上がるでしょ、うん、紐パンとか、紐パンとかほらゆきさんが言ってますね、うん、ティーバッグとか、 あとは貝殻ですかね。貝殻、え、貝殻つけてる人いたんですか今まで。いや、ゆきさんが書いてるじゃないですかゆきさんの中ではいたんじゃないですかあ、なるほど、うん、テントさん、素材にこだわる男っていうか、そうなんですよ、僕はね何でも素材にこだわるので。ああ、大人になった瞬間じゃなくて、シプリマさん、おばあになる瞬間、ベージュの下着を着ただけでもベージュ、若い人でもベージュの下着着る人って多いっすよね、うん、そうですか、うん、僕昔の彼女がベージュを履いてて、うん、これはもうちょっとやめようか、デカパン的な感じですね。そうそう、ちょっとやめようかって話をしたことがありますね。履きやすいんじゃないですか。そうそう、あとなんかね、こうスタイルを維持しやすいようなこの、あ、そうですね、うん、ピッチリしてるし、そうそう、切ってて、いやいや、まあ分かるけども、僕と会うときはこれをやめようかっていうこのね、ちょっと提案をしましたね。なるほど、うんうん、さっさっさ、メールも来ておりますので紹介していきたいと思います、はい、今夜も始まりましたね、質問ですが、はい、エロトークの番組と考えていいのですか。くにちやん、どうですか。くにちゃんさん、うん、前回メールくれましたよね、うん、はい、ありがとうございます。今日も、うん、うん、下ネタがっつりはちょっとね、うん、引かないです。あ、まあ僕は別に
私もオールマイ、私も大丈夫ですじゃあ大丈夫ですね。分かんない言葉があるかもしれないけどそうですね、うん、そしてそんな国ちゃん、うん、大人になった瞬間カウンターに座れるようになった時ですかね。そしてマスターも一杯どうですか、うん、もっと大人になった瞬間はスナックの姉ちゃんに下ネタバンバン言えるようになった時かな。下ネタバンバン言えるようになった時ってこれ大人っていうかおじさんになった瞬間まあまあまあちょっと誤解を語弊がありますね、うん、レレツさん、おじさんが下ネタバンバン言うとは、うん、あの思わないでくださいね。あ、そうなんですか。そうですよあのまあもうどうせ信じないだろうけど、はい、ちょっと訂正しとくとですね、うん、僕はおじさんですけど、うん、そういうところではまあまあいいや、もうどうせ信じないしね言わないですから。いや、さあさあ恋するかっちゃんからも来てますよ。はい、かっちゃん、レレチーやまちゃん、ラジオ聞いているリスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。テーマ大人になったと思った瞬間、はい、中学卒業してからぶっといセルラー時代の携帯電話、おかんに買ってもらって携帯持った時大人になった瞬間と思いました、ということで。うーん、携帯を持った瞬間、携帯、うん、山内さんはいつからですか携帯持ったのは。僕は遅いですよ、20ぐらい、20歳ぐらい。でもそれぐらいですよね、うん、私も高校入ってから持ちました。早いだろ。あ、でも私なんか世代はもう中学校で持ってる子、あ、もう当たり前なんだ、いたので。そっか、僕らもう携帯の出始めぐらいでしたからね。うん、最初はね、ポケベルなんつうの持ってたんですよ。私も持ってました。3つ持ってました。なんでやねん。なんか分かんないです、なんかかっこいいみたいな、なんか違う形がちょっとよく分からないな私も分かんないですけどうん、なんだっけなんだっけ、何ですか携帯、はい、そうそう、僕ね、うんうん、実はこの夜のお店で働いてたことがあって、バイト、その時に持たされたんですよ。そうなんですか。そう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 、今はねちょっと厳しくなっていないんですけど、うん、その、うん、街歩いてる人をこうちょっとお姉さん、お姉さん、キャッチですか、キャッチ、はい、キャッチって言わなかったねそうです、キャッチとか、ね、そうそうそう、やらされる時に携帯が必要なので、うんうん、あ、なるほど、今から何人行きますよみたいな、うん、大人だなって思いました。いや、もうその時は割といろんな経験してるので、ただただもうこの仕事嫌だなと思ってました、うん、なるほどなるほど、はい、一応ね社会勉強のために行ってやったんですけどね、うんうん、大塚健二さん、はい、自分名義の車を持った時ですかね。かっこいい。ん、どういうこと。え、親の名義だったのが、うん、自分の名義になったとかってことです。そうそうそう、自分で車を買ったとか、ね、自分で車で買った、かっこよくないですか。大人だなって感じじゃないです。うん、びっくりしますよ。もうね、あと2分3分しかない早いですね。早いね、すごいね、何これ。30分早いですね。全然足りないですね、うん、皆さん。ポッコさんもいい朝さって来てますが、いい朝さ、はい、ありがとうございます、うん、あ、シグナスさんも、うん、こんばんは。見てください、テントーさんから自分のことを引き出してどうするって来てるんですがレレッチさん、ちゃんと自分のことを喋ってください。喋ってますよ。今日もちょっとあれだな、終わった後説教される、説教だな、怖い。さあ最後にレレッチさん、はい、いくつかあると思うんですが、はい、最近感じた大人になった瞬間言っておきましょうか。最近、うん、最近大人だなって思ったことですか、うん、高い化粧品を買うようになったあ、なるほど、女性らしいね、うん、そうでしょうね、うん、そうですね。やっぱりこの高校から化粧はしてますよね、大体してますね、今の子たちはね、うん、その高校買うのと、まあ、20代違います、ね、違う、全然違います、うんうん、何が違うんですか。何が違う、うん、やっぱ安いの買おうとするじゃないですか、若い。あ、そうなんだ。とりあえず化粧できればいいっていう感じじゃないですか。うん、うん、そうなんだ、うんうん、でも年取るにつれて、うん、ね、いろいろ衰える部分があるから、はいはいはい、何しなきゃいけない、化粧水はあれ使わなきゃいけない、うん、クリームはあれ使わなきゃいけないとかってなってくるんですよ。
ちょっと無添加とかね、うん、そういうのが気になってくるからやっぱ、うんうん、種類も増えるんですか？種類も増えますよ。今まで3つだけだったのが化粧品5つになり、うん、6つになりみたいな、うん、なりますなります。この器具もみたいな、なりますなります。なるほど。今どれぐらい持ってるんですか？どれぐらい持ってるって何ですか？化粧品を全ていったらもう20ぐらいあるんじゃないですか？あんなにあるんだ。そりゃそうですよ。じゃあさ、これ今月でどれぐらい使ってるんですか？私普段あんまり化粧しないんで、うん、出かけるとき以外はしないので、うん、そんなに減らないですよ。ん？うん、2ヶ月は持ちますよ。なるほど。多分そうですか。意識で、はい。うん、そうですね。あとはもうあれです、タイムラインが子供の写真でいっぱいになってる。お、友達とかやっぱ出産とかするじゃないですか、うんうんうん、この年になると、うん、するともう子供、はい、かわいいでしょっていうタイムラインが、はい、ババババババッと出る。なるほど、うん、おばさんになったなって。そうですか。大人になったなって。いや、いいんじゃないですか、うん、しかも今ね、なんていうのかな、うん、早いから結婚とか、うん、うん、まあ、大人にね。おつくけんじさん、終わったらデコピンします。はい、されません。走って逃げます。帰ります。おい、なんでですか。おい、まあ、ほら、また繋がってますよ。今日喋りに来たんだろ、こら。なんだよ、今日のは。違いますよ、やっぱり、私も、私30じゃない、29じゃないですか。山内さんの方がやっぱり大人になったなっていう経験は多いじゃないですか。私は少ないじゃないですか。最後にバババって言ってどうすんだよ、おい。でもコメント読んでたじゃないですか、ずっと。こら。めっちゃ怖い、怒ってる、怖い。